高校時代からの女友達でエリカっていう子がいた。エリカは写真の修正が得意な子で、もともと専用のソフトで画像を作ったりするのが好きだったみたい。エリカはいいカメラを持っていて、みんなで写真を撮るときはいつもエリカのカメラを使っていた。はい、撮るよ。はーい。そうしてるうちに、エリカが明るさや色味、ボケなどをきれいに修正した画像をみんなに送信してくれたり、プリントしてくれたりした。ありがとう。思い出を残してくれることは素直に嬉しかった。けどさすがに毎度毎度だと悪いから遠慮するんだけど、エリカには写真のこだわりがあるらしい。さすがに毎回毎回もらってばかりだと悪いし。いいの。私が好きでやってることだし、写真のことは任せて。私にやらせて。ありがとう。エリカがくれる写真はいつも景色や全体が綺麗だった。だから普通の人が撮る写真とは全然違うし、さすが写真にこだわりがあるだけあるなぁと思っていた。実際みんなもエリカからもらう写真にすっごく喜んでたし。はい、この前撮った写真。ありがとう。いつものようにまたエリカが写真をくれた。でも私はこの時から気づいてしまった。写真に写っている人物の中でエリカだけ綺麗に修正されていることを。それまでは風景や全体の修正しか気づかなかったし、確かにエリカはすごく写りがいいけど、わざわざ人間を修正しているとは思ってなかった。でもまあ、そんなこといちいち突っ込むのもやぼだし、わざわざプリントしてみんなにくれるわけだし、女心としては自分をちょっと修正してよく見せたいって心理はわからないわけではないから、まあ気にしないようにしてた。はい、この前撮った写真。どうしたの？なんでもない。ありがとう。あからさまにエリカの自己修正はエスカレートしていってた。だってこのくれた写真、明らかにエリカだけ実物と違うのだ。顔が小さくて白く、目を大きく光を入れ、体は細くて足は長く、どの写真を見てもエリカだけダントツの美少女になっていた。だからエリカの写真を誰かに見せると、アイドルみたいと食いつきがすごかった。前までは本物のエリカの面影が残っていて、ちょっと写りが良くなっているぐらいの加工だったのに。というか、今の技術って進化してるんだな。もはや感心してしまうほど、写真に写るエリカだけがほぼ別人だったのだ。その頃からエリカは他の人のカメラには絶対に写りたがらなかった。卒業アルバムの時は自らカメラ係を買って出た。そして出来上がった写真は見事にエリカだけ美少女に修正されていた。周りも気づくレベルに修正されてたけど、誰も何も言わなかったというか、言えなかった。なんかここまで来ると触れてはいけないような気がしたんだと思う。大学に進学してからもエリカとの付き合いは続いてたけど、その頃にはエリカの自己修正画像は誰だかわからないレベルになっていて、原型はほぼなかった。顎も細く尖ってて超小顔、目は大きく鼻は高い、色も異常に美白。エリカは満足しているようだったけど、20過ぎると周りのみんなが実際に綺麗になってくる。写りも上手くなる。すると今までは写真では独り勝ちだったエリカの美少女っぷりが霞んできた。不思議なもので、男というのは実際のエリカの姿を知っていても、写真が可愛いと現実では可愛いと加点されるらしい。ネット上ではエリカの写真に対して、可愛い、超天使、周りひどすぎわろたのオンパレード。エリカはご満悦の様子。私も周りもこの頃からエリカとは距離を置き始めた。就職する頃には疎遠に。ちなみにエリカは外見はすごいブスとかデブではなく普通。というか愛嬌のある顔だと思うけど、どうしてこんなに執着しているんだろう。言動も至って普通だった。ただ写真だけが異常におかしかった。数年後、エリカの結婚式に招かれ再会した。後日送られてきたアルバムを見て仰天、ドン引きレベル。エリカの姿は学生の頃ですら修正がすごかったのに、さらに増して強烈に修正されていた。本当に誰だかわからないレベル。純日本人顔から欧米人の顔に変化しているんだから仰天、人種が変わってるレベル。結婚式の時でさえ撮影のカメラはエリカのものだったらしい。撮影はカメラが趣味の人にしてもらって、編集と製本はエリカが行ったそうだ。その話をしてくれた人も何か言いたげだったけど言わなかった。なんか触れてはいけない闇をエリカから感じるからだと思う。私は本格的にそれ以降エリカとは距離を置いていた。なんか関わってはいけない気がしたからだ。それから数年経ってエリカが離婚したと噂で聞いた。子供も夫に取られたらしい。慰めも兼ねて地元で同窓会が行われるということで、私は参加をした。あれから何年も経ってるし、エリカ自身も変わったんじゃないかなと思って。
エリカから離婚の原因の話を聞いた。元夫は自分の友人や仕事仲間に絶対にエリカを紹介しなかったらしい。電話はいいのに集まりには絶対に来るなと言う。浮気でもしてるんじゃないかって険悪になっていき、離婚に至ったそうだ。私はそれを聞いて修正の件だろうなぁと思った。でも元夫だってそれを知ってて結婚はしてるだろうし、写真修正はエリカのライフワークなんだろうから少し気の毒に思った。そうだったんだ、大変だったね。うん、ありがとう。夫に娘は取られちゃったけど、可愛いし会いたい、いつか一緒に暮らしたい。私はエリカの言葉にやっぱりエリカも母親なんだなと涙腺が緩んだ。その時まではエリカは私に幼稚園の娘さんの写真を見せてくれたのだが、そこに写る娘さんの顔は異常なほどに修正されていた。もちろんエリカも一緒に、もはや綺麗とか美少女とか超えて宇宙人にさえ見える修正レベル。怖い。一緒に写ってる元夫と義母は修正なし。かなりの枚数見せてもらったけど、全ての写真がそうだった。離婚の原因は確実に分かった。私は何も言わずにそっと写真を返した。後で人伝いに聞いた話だが、エリカ以外の家族は怖かったらしい。加工されすぎて別人になってしまっている子供の写真しか残らないのかと。成長していく本当の姿が見たいのに、写真は別人並みに修正されて、それが思い出として残るのは不気味だって。ここまで来るとエリカの心の闇が相当深いんだと知った。私も自撮りするときアプリの加工はするけど、ここまではできないし、したいとも思わないな。愛嬌もあって可愛かったエリカはどうして写真の中の自分と子供にだけ執着してしまったんだろう。未だに不思議に思う。ご視聴ありがとうございました。また見てね。